何？何？それじゃ。本当に。
たっすね。おい、誰かいないか？どちらさん？あんた、秋山さんか？そうですけど。あ？あんた、どこかで。あんた、この前の。そうか、あんたが安子さんに金を貸した男だったのか。安子？安子ってリリちゃんのこと？どうしてあんたリリちゃんの名前を。もしもし。もしあの新井さんが裏でつながっていた葛城の命令であのドンパチ事件を作為的に起こしていたとしたら。まあ、葛城は柴田と共謀して東城会を乗っ取ろうとしていた。そこにリリちゃんの殺人だ。葛城は共謀していたはずの柴田を裏切り、さらに25年前の事件の真相を知る人間を消そうとした強引なやり方でな。だが
どうして今になってそこまでする必要があった。今までも殺そうと思えば殺せたはずだ。なのになぜ今。焦っていた。そう、葛城は焦っていた。ドンパチ事件が起こる前に何とかして25年前のことを知る人間を殺す必要があった。どうしてだ。指示されていたからか。葛城を裏で操っている人間に。その人間ってのは。25年前の真実が公になってはならない人間。事件をもみ消そうとした警察の連中か。そういうことになる。警察内部に裏切り者がいるってことだな。どうする？三島って男に会ってみる？その価値はあると思うけど。おい、俺が行こう。だが罠を張る。罠？何それ。その三島ってのが本当にあのドンパチ事件の生き残りなんだったら何か知ってる可能性もある。まあそりゃそうだけど。なら三島の存在は葛城だけじゃなく警察の裏切り者にとっても邪魔なはずだ。なるほどね。わざと警察に三島との接触を報告して裏切り者をあぶり出すってことか。危険な賭けになるぞ。覚悟はできてんのか。なあ、俺にとってこの山は自分の人生そのものなんだ。誰だ。カムロ署の谷村だ。お前が保護してもらいたがっているって話を聞いてやってきた。ああ、あんたがそうか。お前が上野清和会の三島だな。
じゃ俺は上の世話に殺されちまう。刑務所でもどこへでも行くから俺を助けてくれ。分かった、とりあえず俺のアジトまで来い。警察で保護の体制が整うまでの間そこでしばらく。あんたは。杉内さん。そこまでだ。これは。ここまでだ杉内。お前が上の清和会の葛城と内通していたことは割れている。無駄な抵抗はやめておとなしく投降しろ。杉内さん、もう終わりにしましょう。やっぱりお前ら何にも分かっちゃいねえよ。杉内さん、てめえらごときがな、俺の正体知ったとこで結局何にもできやしねえんだ。じゃあ動くな。撃てんのかよ須藤さんよ。ここで撃ったらあんた終わりだ。日本の警察ってのはな、撃てねえんだよ。そうだろ。一課長、何してるんですか。命令を。これが警察って組織がひしこいて守ってる正義ってやつだ。お前にも分かったか。じゃあな。俺は撃てるぜ谷村。法律がどうこうって問題じゃねえ。要はこれが俺の警察官としての正義だ。谷村、お前やっぱり見込みがある男だぜ。現場で30年近くデカやってる俺が言ってんだ。間違いねえよ。それはありがたいね。分かった。それじゃあお前の正義ってやつがどこまで本気なのか
味わしてもらおうか。待て。教えてやろう。おやっさんはな、俺がやったんだ。何？てめえの親父を殺したのはこの俺だって言ってんだ。うわもう
逃がされぜ。手錠かけてくれてな、捕まえたと思ってんじゃねえぞ谷村。Hey!
さあ教えろ、俺の親父を殺したのは誰なんだ。25年前俺の親父を荒川に捨てたのは誰なんだ。おい言え。今さら何度も言わせんな。俺だ。どうした、撃たねえのか。なんでだよ、なんであんたなんだよ、なんで、なんで警察官が警察官を殺さなきゃならねえんだよ。だから言ったじゃねえか、違うんだって。俺はな、そもそも警察官じゃねえ。え？俺はな、極道なんだよ。どういうことだ。俺と葛城はな、そっちの世界でいうとこの兄弟、つまり親友ってことだ。なんだって。俺初めから上の世話会側の人間なんだ。警察の内部事情をスパイするために警察学校に入り、デカになったヤクザ、それが俺だ。あんたがヤクザ。そうだ。じゃあ、25年前の上野義治襲撃事件の真犯人が葛城だということを俺の親父が知ってしまったから、あんたは親父を殺したのか。そんな簡単な話じゃねえ。そんな簡単な話じゃねえんだよ。来てんのか。ん？なんだこりゃ。ゴム弾ですよ。ああ、死ぬほどじゃないですが、威力は相当なもんだったでしょう。カツラギ、お前何言って。カツラギ、てめえ何して。
俺もちゃんと入院しねえとな。死なねえ程度に打ってくれ。分かった。これでお前が退院したら、若頭か。親父の方がくたばらなきゃな。大丈夫だ。しばらくしたら目を覚ますだろう。あとは頼んだぜ。以上が西島大河による上野義治襲撃事件の顛末です。なるほど、ご苦労だったな。いえ、これが自分の仕事ですから。ほう、嘘の報告書を書くことが金。何のことでしょうか。無理がありすぎるよ、杉内君。この程度の報告書で私の目をごまかせるとでも思ったのかね。あの狭い店内、犯人の西島が20人もの組員とやり合うにはかなり無茶な乱闘になったはずだ。当然西島も抵抗を受けただろう。それなのに死んだ18人は皆すべて正確に頭を打ち抜かれている。この西島という男はよほど射撃に手慣れた鉄砲玉だったんだろうね。さらに検視の報告を見ると面白いことがわかる。事件当日、組員たちは防弾チョッキを身につけていなかった。不用心にもね。そして頭を打ち抜かれた組員たちは全員体にゴム弾を被弾したような傷があった。君も知ってるだろ。警察がボート鎮圧用に試験開発した特殊な弾丸だ。まだ実験段階ではあるが、相手を気絶させる程度の威力は十分にある。だが犯人はどうして警察関係者しか知らないはずのゴム弾を入手できたのかな。そもそも致命傷を与えることができないゴム弾で一度相手を気絶させ、その上でわざわざ実弾を使って殺害したりするものだろうか。いや、もしそうだとしたら不思議な犯人だね。そして上野義治以外に唯一生き残った葛城という男だけはなぜか肩に実弾を受けている。正確に標的の頭を撃ち抜く腕を持った犯人が葛城の時だけ狙いを外したんだろうか。宗像部長。杉内君、この事件、私の推測では葛城という男が仕組んだことだったのではないかと思う。どうかね。西島大河は葛城に利用されただけだ。このことに有能な君が思い至らなかったとはとても思えないのだがね。それは杉内君、一つ君に頼みがある。頼み？私に葛城勲を引き合わせなさい。そうすれば今回のこの事件、君の報告書通りの結末にするが、どうだね。宗像、ひょっとして今の警視庁副総監の。ああ、俺らのバックにはあの宗像副総監がいる。これでお前も分かっただろう。敵は
果てしなく強大な存在だ。はあ、これで楽になった。30年も偽りの自分を演じてきたんだ。誰にも話せず、誰にも理解されずにな。この苦しみがお前に理解できるか？あんた、俺は一体何がしたかったのか。25年前のあの日、宗像を葛城に引き合わせたあの日から、俺は警察と極道両方の犬になっちまった。本当の自分の目的なんてもうすっかり忘れちまったよ。お前はいいな、デカとして生きられて。え？偽りとはいえ30年もデカやってると、それなりに人に感謝されたり喜ばれたりすることもあった。俺はその度に悩み苦しんだ。果たして俺は何がしたいんだろうってな。事件を解決するや、人から感謝される、そうなりゃ頭じゃダメだと分かっていても、心の奥底では嬉しいという感情を覚えちまう。俺もさ、お前みてえに悩んで苦しんで走って力いっぱいデカやってみたかったな。杉内さん、逮捕しろよ。お前は自分の力で父親の仇捕まえたんだ。どうした？一つ教えてくれ。うん。宗像の目的ってのは何だ？宗像はあんたや葛城を使って何をしようとしているんだ？お前の目的は俺を捕まえることだろう。それは達成できたんだ。これ以上は知らない方がいい。ダメなんだよ。それじゃダメだって親父が言ってる気がするんだ。まだ事件は終わってない。だから俺は宗像を捕まえる。それを知ったら日本の警察すべてを敵に回すぞ。それでもいいのか？親父の死の真相を知るために刑事になった時から覚悟はできてる。そうか。杉内さん、杉内さん、しっかりしろ。谷村。何ですか？俺だけじゃないんだ、裏切り者は。え？裏切り者？杉内さん、杉内さん、これでようやく
になれる。ありがとう。な。杉内さん、目を開けろ。杉内。そうか、杉内が死んだか。ええ、命令通り始末しました。ええ、二人ともです。これから谷村の身の回りの事実を知る人間を始末します。あんた、マーちゃんに何をするつもりだ。